ドン・ディエゴ・ロペスである大通りは、スペイン・ビルバオの主要な通りの一つ。1300年に、ビルバオを建設したビスカヤ領主のディエゴ・ロペスであるオコセイが、名称の由来である。パブロであるソラ、セベリノでアチュカロ、エルネスト・デ・ホフマイヤーの3人の建築家によって、ビルバオの拡張が計画された1876年、アバンドクをビルバオに併合させる際に、通りの建設が考案された。 ドンディエゴ・ロペスである大通りの福音は50メートル、延長距離は1.5キロメートルである。ビルバオア・バン駅や、ビルバオ・ビスカやアルヘンタリア銀行本社ビルの脇にある、シルクラル広場から始まり、ドニャカ・シルダ・イトリサル公園や、エスタディオ・サン・マメスに近い精神広場で終わる。シルクラル広場から500メートル、精神広場から800メートルの位置には8方向から、道路を集めるモジュア広場がある。 東に約 3km の距離の通りの延長線上には、ベゴニャ協会の先頭があり、精神広場の精神像、大通り、ベゴニャ協会の先頭が、パリの歴史軸のように一直線に並ぶ。通り沿いは、ビルバオで最も重要な商業地区、業務地区であり、ビルバオ・ビスカヤ者、ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行という二つの銀行が通り沿いに本社を構えている。 デパートのエルコルテ・イングレスは通り沿いに2店舗を持つ。この通り沿いにはスペインで最も地価の高い区画の一つがある。ありがとうございます。